重たい週明けをサッカーでちょっと明るく、週明けイレブン第130回目の放送です。皆さんご心配おかけいたしました。1週間ぶりの登場、マナです。はい、マナですよ皆さん。ということで、私も元気に復活いたしましたので、今週からまたよろしくお願いします。さて、今日も L 字から触れていきましょう。パナマ代表との試合の結果も流れておりますね。次はメキシコと夜中の放送であるということなので、私も起きれたらちょっとチェックをしたいなぁなんていうふうに思っています。週明けイレブンで日本代表を扱うっていうのもなかなかないので、ちょっとすごいですねということですね。さあ、 J1 はどうなってますか。 J1 に行きましょう。はい、まあ、上は変わらないですよね。ベガルタ仙台が、久しぶりに勝利をしたということで、2位のガンバ大阪が1位の川崎フロンターレと、ちょっと差が開いてしまったということで、川崎フロンターレはあと何回勝てば優勝するんですか。はい、ということですね。基本的に J リーグに皆さん興味があるのでしょうかというところですけれども、隣にいるレオ君もわからないということですね。サッカー好きなんじゃないんですかということですね。横浜 FC が14位で、15位がサガン鳥栖、そして16位がベルマーレとなっていますね。マリノス対浦和レッズは6対2と、かなり差が開いた、試合になっておりますということですね。ルヴァンカップの決勝は1月4日に行われるという可能性があるということで、年明けすぐ仕事始めぐらい、ちょっと大変ですね。さあ、 J2 を見てみましょう。徳島ヴォルティスが1位、そして2位アビスパ、3位が長崎、4位北九州と、南の方のチームが上位にやはりいますね。関東で上位はヴァンフォーレ甲府となっているということです。下の方を見てみると、22位がレノファ山口、21位が愛媛 FC ということですね。ジュビロ磐田が1対1で新潟と引き分けたっていうのが今見えました。そして愛媛 FC 対ヴァンフォーレ甲府は中止と、これは何でしょうか、雷雨ですか。あのコロナウイルスということで、ちょっとボケてみましたけれども、なんか政治的な動きがあったということで、それでも中止ということで、なんかちょっと怒ってらっしゃる方もいらっしゃるということですね。一日も早い回復をお祈りしております。なんか草津対ヴェルディはこの時期のナイターということで、相当寒かったんじゃないですかね、というふうに思います。はい、続きまして J3 です。1位が秋田、2位がパルセイロ、そして3位が熊本、4位が相模原と、上位陣はご覧のようになっていますということです。はい、相模原がと、ロアッソ熊本が、勝ち点で並んでいて、ちょっと2位争いがまだわからないという感じですかね。はい、どうですか、あまりリアクションがないんで大丈夫ですか。何か間違ったこと言ってますか。なんか間違ったこと言ってるなと思うのであればおっしゃっていただきたいんですけれども、大丈夫ですか。大丈夫ですね。はい、J3 も楽しみということですね。はい、何ですかその笑いは。はい、ということで今日の、そしたらヘッドライン、週明けヘッドラインの方に行きましょう。まずは週明けヘッドライン、 J リーグ日本代表編です。はい、1番、福島ユナイテッド、マスコット名は福島日之助、日之助、延期のルヴァンカップ決勝2021年1月4日開催へ。3番、 J リーグ来季リーグ戦後の入れ替え戦は行わない方針。4番、 J1 湘南ベルマーレ、小児がんの6歳が入団、伊勢原市の橋本くんということですね。そして5番目、11月8日の試合で J2、J3 のリーグ戦成立要件が達成ということです。ピックアップはご覧のようになっていますということで、ちょっと変わったということで出してください。ドンと、はい、今出ましたか。はい、ピックアップは J リーグ来季リーグ戦後の入れ替え戦を行わない方針ということです。まとめて言うと、来季は J1 チームが20チーム、そして J1、J2 からの降格は4チーム、一気に4チーム、そして J1、J2 の昇格は2チームということになっているということです。
降格は4チームっていうのは、つまり単純に言うと、20、21、20、19が落ちるってことですか？あ、違う？来季は J1 が20チームだから、17、18、19、20が落ちるということですね。計算が分かってないですね。ごめんなさい。ちょっとバカな部分が出てしまいましたね。数学ではさすが赤点の、マナでございます。隣でバカって叫んでますね。後で、覚悟しておいてくださいね。ということです。はい。続きましては、Rリーグ編です。はい。1番、東京シティ FC が渋谷シティ FC へクラブ名変更。これは、109かなんかに事務所が行くってことですか？そういうことではないってことですか？エスタディオ8校みたいなことですかね。2番、元日本代表増田選手らがチーム宮城を発足。3番、東京ユナイテッド FC が税務署の広報大使に就任。へえ、なんか難しい言葉がいっぱい並んでますね。4番、境トリニタスシニアチームの選手を募集。5番、南葛 SC のゴールキーパー小針選手、ビーチ日本代表候補にということです。ピックアップはこちらですね。ドンと、南葛 SC のゴールキーパー小針選手がビーチ日本代表候補に。これビーチサッカーのことですね。ざっくりとまとめるとですね、小針選手は J リーグで約20年間プレーし、2015年に引退、2017年に南葛 SC のゴールキーパーコーチ兼選手として現役復帰と。トレードマークはドレッドヘアということです。 YouTube 番組でビーチ元日本代表選手を相手に好セーブを連発したことがきっかけで代表になったということですね。 YouTube は夢がありますね。 YouTube でプレーを見て日本代表になるということで、私たちも YouTube でちょっと頑張っていきましょう。もしかしたら夢の報道ステーションなんてこともありますよ、レオさん。はい、リアクションがつまらないので次に行きましょうということで、週明けヘッドライン R リーグ編おしまいです。それでは最初の特集に参りましょう。おっと、はい、まずこちらですね。地域チャンピオンズリーグ2020の決勝ラウンド組み合わせということで、今週の、木曜日ですね、木曜日からついに始まります、日本全国が大注目の地域チャンピオンズリーグ2020決勝ラウンドの組み合わせがご覧のようになっていますということです。はい、こちらの4チームがですね、グループ A が栃木ラウンド、そしてグループ B が、佐賀ラウンド、そしてグループ C が淡路島、グループ B が淡路島ラウンド、C が淡路島ですね。で、はい、そして、2位の最上位北海道トカチスカイアース、こちらは栃木ラウンドで戦っていた北海道トカチスカイアースが、2位に入り込みまして、この4チームがまた死闘を繰り広げるということですね。はい、それでは続きましては、はい、決勝ラウンドに出場するチームをご紹介いたしましょうということで、こちらは前回と少し何か変わってるんですか？はい、よく文章を見ていただければと思いますけど、ザーッと何かが増えてるということで隣で言ってるんですけれどもね。はい、新スタジアム建設に着手したりと話題にこと欠かさないクラブとなっているということが書いてありますね。こちらも文字量がちょっと多いので読みづらいななんて思った方はですね、 iPad そしてパソコンなどで見ていただければと思います。下にいるキャラクターは、これはポケモンのキャラクターですか？あ、じゃないですね。これはとちもという、これちゃんと作られたキャラクターということですね。ちょっと私も不適切なことを言った気がして、ちょっと申し訳ないなと思います。はい、続きましてはこちらのチームです。はい、グループ B からの FC 刈谷ということで、こちら決勝ラウンドにもかなり常連のチームということで、今年こそ夢の JFL でという気持ちで戦うということなので楽しみですね。2020年の地域 CL 決勝ラウンドに挑むの前に、チームのちゃんとが心一つにしたという感動的な瞬間があったということですね。そちらがこの文章に書いてあります。はい、続きましてはこちらのチームです。
FC ティアローということですね。2004年 J リーガーの稲本選手や荒井場選手、稲本選手っていうのは日本の日韓ワールドカップでゴールを決めた選手ですよね。そして播戸竜二選手は今 YouTube で頑張ってらっしゃる方ですよね。監督は元 J リーガーの小川監督ということで、これは名古屋グランパスにもいたということで、そしてなんかもう出ている選手が皆さんには馴染みのあるんじゃないかっていう名前の選手がいっぱい出ておりますが、登録選手名キングマックス選手っていうのはどんな選手なんでしょうか。これが何か楽しみということで、ジャイアントカズキみたいな感じでキングマックスということで、マックスの王ということはどういうことでしょうかね。マックスっていうあのグループダンスグループのキングがいるということでいいんですか。そういうことではないんですか。皆さんがよく聴いている邦楽の私も音楽を聴いているので、ちょっと全く世代ではないんですけども、キングマックスということでですね、トラトラトラってことですね。はい、それでは次に行きましょう。はい、北海道トカチスカイアース、何か指を指してますけど、はい、スカッチという、選手が、ちょっと見づらくてごめんなさい、間違っちゃいましたね。スカッチという選手じゃないマスコットがいらっしゃるということで、こちらはまた北海道から、決勝ラウンドの会場の方に遠征をしてくるということで、大変ですねということですね。所属選手は、ゴールキーパーの、ディフェンダーの池田選手や、そしてゴールキーパーの引地選手、そしてゼネラルマネージャーにはジョー選手、ジョー庄司さんなどがいるということですね。名称変更の多いクラブでもあるということで、これは何があってこんなに変わったのかはちょっとわからないんですけど、ちょっとこれ読み上げてみましょうか。目に留まったので、ルードボーイズ、トカチ、フェアスカイ、トカチフェアスカイ、ジェネシス。これは何でしょう、このお邪魔女ドレミーみたいな。お邪魔女ドレミー、シャープみたいな。これはすごいですね。そして、トカチフェアスカイジェネシス。もっとお邪魔女ドレミーみたいですね。そして、トカチフェアスカイ FC、トカチ FC、北海道トカチスカイアースということで、ちょっとクラブの名前が変わることで物語も変わってるということですかね。少し反応していただけませんか？一生懸命喋ってるので、お隣の方。レオさん、お願いしますよ。ということで、決勝ラウンド出場チームの紹介はご覧のようになっています。ということで、日程ですね、次は。ご覧のような日程になっております。11月19日、そして21日、23日に、今回は1日明けての試合開催となっております。ということです。そしてですね、また週明けイレブンの方ではこちらの方の大会を、総力を挙げて取材をさせていただきます。その前にですね、本日のレギュラー放送、11月16日の月曜日のレギュラー放送の後、11月17日の明日火曜日は佐賀ラウンド、そして、11月の18日水曜日には栃木ラウンドの地域チャンピオンズリーグ2020の予選ラウンドの、ドキュメンタリー動画、インタビュー動画等をふんだんに盛り込んだ、番組が、放送されるということなので、こちらがですね、概要欄の方にも URL を貼っておきますので、皆さんぜひご覧ください。すべて、21時からのプレミア公開ということでよろしいですかね。はい、もう一回おさらいすると、火曜日と水曜日に、21時からプレミア公開ということになっておりますので、皆さんぜひ、お時間を、空けていただきましてご覧いただければなと思います。よろしくお願いします。そして決勝ラウンドの会場はこちら、市原にあります、千葉県の市原市にあります ZA オリプリスタジアムということです。ジェフユナイテッド市原が2011年まではジェフユナイテッド市原千葉リザーブスのホームスタジアム J リーグをやっていたところなんですね。ということで、こちらはボンズ市原が今はホームゲームをやっているということでですかね。はい、よく隣にいるレオ君は今年いっぱい行ってたと思いますが、思い出深いスタジアムですよね。
また反応が鈍いですねということで、思い出深いスタジアムですよねということですよね。はい、この会場で行われるということなので、関東にいらっしゃる方は前回よりもちょっと近くなったですかね。なのでもしあのお時間がある方は、お客さんを入れるということなので、皆さんで会場に来て盛り上げていきましょうということです。そしてこの、今日は、地域チャンピオンズリーグ決勝ラウンドの特集でしたということで、この地域チャンピオンズリーグの、予選ラウンドを、戦いました方々から今日はインタビューが、収録されているということです。まず最初のお一人目はこちらの方です。ドン。はい、トカチスカイアースのディフェンダー池田選手です。先にネタバレをさせていただきますと、今日はこの後2人いらっしゃいまして、なんと栃木ラウンドを戦った選手が、出てくださるということです。ありがとうございます。池田選手のプロフィールはご覧のようになっております。写真がかっこよくなってますね。今一番欲しいものはソファーとなっております。戦いを見た方いらっしゃいましたら、ぜひニトリやイケアなどで、お買い求めいただき、もしくは代官山の高い家具屋さんなどでお買い求めいただき、ぜひ送ってほしいななんて私は思います。どんなソファーが欲しいかなどの話もされてるのでしょうか。はい、それでは VTR スタート。初戦戦ってみて、まあ、いかがでした。まあ、1試合目だったので試合の展開もすごい硬くて、相手のランジさんも関西2位だったので、北海道リーグとはまた違った強さがあって、最初はすごいやりにくかったんです。あの、やはり1回そこでまあ戦って結果も出たっていうのは、かなりチームとしてはすごい大きかったですかね。初戦勝てたっていうのはやっぱすごいチームとしても大きくて、そこで自信につながったと思います。まあ、初戦で勝てたっていうのは特に、はい、すごい大きかった。その時のなんかチームの雰囲気とかっていかがでした？いや、チームの雰囲気もまず初戦絶対勝とうっていう上に決めていたので、まあ、実際に初戦勝ててすごい勢いに乗れたと思います。はい、2日目はいかがでした？2日目は、栃木さんは多分全グループ含めても、まあ、頭一つ抜けている存在だと思うので、まあでも勝ちたかったですけど負けてしまって、でも思ったよりはチームの士気も下がることなく3日目に臨めたと思います。あ、その3戦目勝てばまだチャンスがあったので、チームとしてはそんなにすぐに切り替えて次の日の3戦に臨めたと思います。まあ、迎えた3戦目が運命の、まあ、お互い、はい、相手がブランデューさんで、相手も勝ち点3でしたよね。はい、決戦ですよね。決戦に向けてっていうところはいかがでした？アップからすごいムードメーカーの佐藤ルキアとかがすごい盛り上げてくれて、かなり雰囲気よく試合に臨めたので、試合前からすごい今日は勝てるかなって雰囲気もありました。まあ、実際あの試合、前半が確か 1-1 とかだったんですかね。はい、はい、そのあたりはハーフタイムとかって、はい、前半の戦いを続けてれば得点できるっていう雰囲気だったり、試合の流れもあったので、このまま続けていこうっていう。で、まあ、結果、あの試合は3対1ですかね。そうですね。勝ちましたけど、はい。はい、まず2勝1敗。その時はまだ、決まってなかったんですよね。あの時は。決まってなかった。はい。その時は、僕、ちょうど淡路島にいまして。あ、はい。で、3日目の2試合目が FC 徳島さんで。はい。はい、で、徳島が、2点以上取って勝ったら、徳島が行けて、で、それがダメだったら、トカチが行けるっていうシチュエーションだったんですけれども、はい、そのあたり、まあ、1試合目終わって、はい、結構結果と経過は、徳島の経過は気にされてましたか？
ちょうど試合終わって羽田空港に向かってるバスの途中でみんなライブ中継で見てて、うん、なので経過はみんな知っていました。だんだん勝つに勝つ、これいけそうだね、いけそうだなってなった時のバスの雰囲気ってバスの中結構もう盛り上がって、結構うるさい雰囲気になりました。じゃあもうそれで飛行機に、まあ、乗る頃には決まって、はい、また関東戻ってくるぞと。はい。おーっていう感じで。戻ってくる頃には試合に終わっ、うん、試合が終わっても決まってた。うん。結構みんな興奮しました。いや、もうだいぶ。チームとしてももちろん初めてっていうところですけれども、はいはい、やっぱり北海道勢のその決勝ラウンド進出ってところはかなり大きいかなと思うんですが、池田選手自身も、はい、まあ、北海道出身ですので、はい、そのあたりは社会人リーグ問わず、まあ、大学も高校も含めてやっぱ全国大会に出たら北海道勢が来ればラッキーだなっていう風潮があると思うので、うん、まあ、そこを払拭したかったですし、うん、なので、まあ、決勝リーグに行けて、うん、まあ、それを払拭できるチャンスができたのですごい良かったなと。全国的に北海道勢って舐められがちだなっていうところが、はい、やっぱり思うところはありました。大学が茨城の、琉球で、はい、はい、だったんですけど、まあ、やっぱ全国大会の総理大臣杯とかインカレとか出ると、まあ、北海道勢が出てると、まあ、チームメイトがバカにはしてないですけど、うん、まあ、そういう雰囲気はあったので、うん、まあ、北海道勢からしたらちょっと悔しかったです、うん、池田選手はドラゴン、あの琉球の時もドラゴンズでプレーされてましたよね、はい、出て、まあ、大学2年生の時に、どうですかこの、あの、その先のその JFL っていう世界、まあ、一回経験してる池田選手にとって、はい、JFL ってどんなところですか。 JFL はやっぱり各チームそんなに差がないと思いますし、うん、上がるのも大変ですけど、うん、上がってからも大変だなと思います、うん、ドラゴンズにいた時はどうしてもそのやっぱ1軍のトップがあっての、はい、その2軍としての、まあ、ドラゴンズっていうところはやっぱあのチーム内の、ね、構成としてあったと思うんですけれども、はい、その社会人サッカーをやっている世界からの JFL っていうのはまた捉え方が違うと思うんですよ。今目指す場所として JFL があるっていうところはどう。僕自身その大学卒業後一回サッカーを辞めていて、あまりその辺は気にならず、うん、サッカーができるだけで今は感謝して、うん、池田選手自身から十勝に入りたいってそうです、はい、いう声をかけて、やっぱりそれはその選んだ十勝を選んだきっかけっていうのは、まあ、やっぱり地元っていうのも大きかったですし、うん、また地元から上を目指してるチームっていうのもすごい魅力的だなと思ってやりたいなと思いました。決勝ラウンドの戦い、はい、今日はい、北海道から移動されたっていうところで、はい、はい、そのあたりはどうですか気温の変化とかって結構向こうは寒い感じですか。北海道はもう雪一回降って、うん、だいぶ寒いのでやっぱりこっちはまだ暖かいの、なんか行ったり来たりで結構気温差とかいろいろ激しいと思うんですけど、はい、そのあたりもコンディションとかも調整とか大変ですか。いえ、僕はある程度慣れてるんで大丈夫です。あ、決勝ラウンドの戦い始まりますが、さらにまた激しい戦いが、はい、待ってると思うんですが、はい、いかがでしょう。3チームとも他の方から見れば多分格上だと思われてると思うので、まあ、僕らはチャレンジャー側なので失うものも何もないので全力で勝ちに行きたいと思います。池田選手のプレーの中で何かここ見てほしいっていうところ、はい、僕は右足のキックが売りなのでそこをぜひ見てほしいなと思います、うん、チーム全体としてはどんなサッカーを、ま
まあ、見せたい、見てほしい。粘り強く守備をして、そこから攻撃になってくると思うので、そこを見てほしいなと思います。北海道から出る前に、まあ、監督だったりから何か、その、はい、今から北海道、あの、関東行くぞっていう時に、なんか、声がけとかっていうのは、どんなことありました？こっちに来れてない選手もいるので、あ、そういう人も含めてチーム全員で勝ちに行こうという声掛けがありました。はい。2次ラウンド、一応僕もちょっと毎日、あの、取材前に行って行かせていただこうと思ってるので、はい、お会いできればと思ってます。はい、ありがとうございます。スカイアースディフェンダー池田選手でした。ということで、週明けイレブンらしい和やかな、インタビューというよりもご歓談のような、インタビューで、非常に池田選手が、お優しい方でありがとうございましたということで、やっぱね、市原ラウンドに向けて戦うということで、少しの緊張感とそしてリラックスもしている部分も感じ取れるようなインタビューだったなって私は思います。市原ラウンドでお会いできればと思いますがと言って、お会いできればと思いますと言ってましたが、必ず会ってきてくださいということですね。はい、それでは池田選手ありがとうございました。続きましてお二人目はこちらの方です。と、はい、トカチス、またトカチスカイアースの方が、ご登場ということでありがとうございます。トカチスカイアースゴールキーパーの引地選手ですということです。プロフィールはご覧のようになっておりますと、2007から8は2種登録選手としてコンサドーレにいらっしゃったということで、2013年には J2 リーグで公式戦初出場を果たすとして、岩田相手に見事完封勝利の経験を持ちと、また札幌の選手会長も務めたことがあるということで、かなりいろんなことをまとめ上げたことがあるということですね。またビアティン三重に移籍したり、鈴鹿アンリミテッドなどでもプレーをされていたということで、2020年2月には北海道トカチアース、スカイアースへ加入されているということです。こちらのインタビューも約何分ぐらいですか？15分ぐらいあるということなので、皆さんぜひお聞きください。それでは VTR スタート。引地選手、今年トカチのスカイアースには、入団された。その前がビアティンで、その前が、鈴鹿、まあ、JFL とか昇格とか、この地域シエルの昇格とか、そういうシーンもすでに立ち会ってる、まあ、選手なわけですけれども、はい、今回、まあ、3試合トカチの選手としては初めての地域 CL、 栃木ラウンドで戦ってみていかがでした？そうですね、まず、まあ、久しぶりに北海道帰ってきてサッカーできて、まあ、その中で、まあ、スカイアースの目標であった、このまず地域チャンピオンズリーグに出るっていう目標を達成できたことはまず良かったかなと思ってます。で、まあ、一次ラウンドに関しては、本当に過去のスカイアースの歴史を見てみると、こう、一勝できるのがやっとという、まだそれぐらいのレベルだったのが、まあ今年に入って2勝できて、決勝ラウンドまで行けたっていう意味では、まあものすごく、ありがたいというか、嬉しいことでもありましたし、本当にやっとスタートライン立ったなっていうのが今の気持ちです、はい、なかなかそのトカチの、まあ、クラブ史上初めての、はい、決勝ラウンドっていうところももちろんありますけれども、北海道勢としても久しぶりの決勝ラウンド、はい、北海道で生まれ育った引地選手にとって、北海道勢としての、まあ、突破っていうのはどんなお気持ちでしょうか？そうですね、やっぱり僕久しぶりに北海道帰ってきまして、で、まあ、その一つの理由が、まあ、北海道を盛り上げたいということで、まあ、サッカーを通じて盛り上げようという自分の中で思って帰ってきたっていうのも一つあったので、そういった意味ではこう少しでも盛り上がる、ことが盛り上げられることができているのかなと思ってます。そういう北海道勢として、この、まあ、1次ラウンドを見返したというか結果出せたっていうのは、
やっぱ北海道のサッカー人としても思うところはありますか？そうですね、やっぱり今までの北海道はそういう今言ってもらってこうことがやっぱ本当にみんな思っていることで、うん、の位置づけだったと思うんですけど、まあ今回の1次ラウンドでまあ覆したと言いますか、北海道もレベルも上がってきてるんだぞっていうのを証明できた1次ラウンドだったのかなと思います。はい、まず初戦の、ラランジャ戦ですか、あそこを勝てたのが、まあ、初戦勝てたっていうのが非常に本当に大きいと思うんですけれども、そこをまず初戦振り返ってみていかがでした？そうですね、やっぱり、まあ、過去の僕が鈴鹿いた時代にも、まあ、経験させてもらいましたけど、やっぱ初戦勝つか引き分け、まあ、あるいは負けかでは本当にその後の、状況がだいぶ変わってくるので、初戦にかける意気込みっていうのはかなりあったので、その中で勝てたのはすごい大きなことでしたね。はい、あの初戦ものにした時のチームの雰囲気いかがでした？そうですね、やっぱりみんなもう絶対勝ってやろうっていう気持ちが今まで今年に関しては一番あったと思いますし、まあいざね1対0で勝ってやっぱりさらに士気も上がりましたし、こうさらにこう決勝ラウンド行ってやろうっていう思いがより一層強まったのかなと思います。まあ、迎えたその次の日の栃木戦、あの試合、まあ、2戦目を落とした、1戦目取った中で2戦目を落とした1勝1敗、その時はいかがでした？そうですね、やっぱり栃木さんもかなり手強い相手っていうのは、まあ、分析して分かってましたし、まあ、その中でもやっぱりこう自分たちが通用する部分もあったと思いますので、まあこう結果は出なかったですけど、悲観することなくもうすぐ次に切り替えて3戦目勝てばっていう状況だったので、しっかり切り替えることはできてました。うん、1勝1敗同士の最後3戦目は弘前との対戦でしたよね。あそこの決戦、はい、決戦も絶対勝つぞっていうところは、そうですね、こう高い上の結果を見ててもまだまだこう滑り込みではありましたけど、まあ、いける可能性っていうのは勝てば残ってるっていうのは分かってたので、やっぱりあの一戦にかける思いっていうのはかなり強かったと思います。はい、あ、1対1でハーフタイムで、その時はチーム内どういう声掛けいたしました？やっぱりこうセットプレーでね、こう失点した後少しちょっと嫌な雰囲気も出たんですけど、やっぱりもうそこを言っても意味がなかったので、もう本当にとにかく切り替えて、もう本当に次の1点が鍵になるってみんなで話し合っていたので、まあ、こう2点3点取れたっていうのはすごい良かったかなと思います。貫いてやはり2点目が転がり込んできたっていう部分もあるじゃないですか。はい、そうです。やっぱそこはやり続けて、まあ、自分たちのサッカーっていうか貫けた感じはありました？そうですね、こう当初ね、北海道リーグでやってた僕たちのサッカーっていうものは、まあ全国大会ではなかなか出せてはなかったんですけど、やっぱ勝ちにこだわる戦い方はできたと思いますので、まあそういった意味ではすごい良かったのかなと思います。まあその北海道勢とかがかなり全国大会を戦う上で難しいのは、やはりちょっと、まあ、同リーグのでやってる試合運びと全国大会でやる試合運びが全然違ってくるっていうところ、まず同リーグで全然あんまり経験できないっていうところがあると思うんですけれども、そのあたりは、まあ、全国大会当たるに向かって、まあ、それでも戦えたっていうところはどんなところが大きいですか？そうですね、やっぱり、まあ、北海道に限らず他の地域でも、まあ、あることなのかなとは思うんですけども、こうやっぱり関東、関西の強豪チームは、やっぱり環境を含めて、こう僕たちとまた異なる状況だと思いますし、全国でこう戦っていけるっていうことを証明するっていう意味では、まあ、かなり難しかったんですけども、その一つのこう要因として、
まあ、最後、ああいうふうに勝てたのは、1次ラウンド始まる前に、北海道コンサドーレ札幌さんと練習試合させてもらって、かなり高いレベルの中で、ゲームができたっていうのは、一つの大きなことだったのかなと思います。その札幌と練習試合やったときに、やっぱそこらやれるって手応えはチームの中で。そうですね。まあ、北海道リーグではある程度自分たちがこうボール持てる状況っていうのが多かったんですけど、やっぱコンサドーレと練習試合したときに、まあ、かなりの支配率で相手が上回ってる状況で、どういうふうに戦っていくかっていうのを、やっぱり改めてみんなで共有できたのはすごい良かったのかなと思います。3戦目は3対1で勝利することができて、まあ、勝ち点6、2。で、そこは決まったけれど、まだ2試合目、3試合目が終わった時点では、ね、まだ決まってなかったじゃないですか。で、その後、移動中ですよね。他の試合の2試合目が行われたのって。あ、そうです。それもみんな気にしてました。そうですね。みんなバスの中でリアルタイムでチェックしてて、応援してましたね。ちょうど僕あの時淡路島にいまして、徳島福井のカメラを回してたんですよ。十勝側はどういう気持ちでこれ見てるのかなと思いながら。まあ、他力ではあったんですけど、やっぱ自分たちがいける可能性がどん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 高まってくるにつれて、やっぱりみんなもざわつき始めたといいますか、こうかなりテンションが上がっていく一方でしたね。もう今やることはやりましたからね、その前にね、こう十そうで勝すとしね。てはもうね。これでいけなかったらもうしょうがないなっていうのもみんなで話し合っていたので、本当にいけてよかったなと思ってます。あの試合も、あっちの徳島の試合も最後、まあ、1-0でズハーっていって、で、後半にも決定的なガナーさんのゴールが決まるわけですけど。おーって、これで決まったぞって。そのバスの前中に、で、田中さんがヘッドで決めたときはもう、みんな ガッツポーズしましたね。まあ、実際、まあ、ちょっと1日とか、まあ、もう1週間、勝ったところから経ちましたけど、改めて1次ラウンドを振り返って。まあ、初戦勝てて、こう、チームが全国でもやれるんだぞっていうのを証明できて、まあ、その中で2戦目、こう、落としてしまったところで、こう、やっぱり、改めて、こう、この、地域チャンピオンズリーグは本当にこうメンタルの部分といいますか、気持ちの部分でかなり大きなウェイトを占める大会だなっていうのを改めて感じさせてもらえる大会でしたね。1次ラウンドを経験した選手は、まあ、去年もチームもこの大会出てるので、1次ラウンド経験した選手っていうのは、まあ、何人もいらっしゃると思うんですけども、この、まあ、決勝ラウンドを経験した選手ってなかなかいないと思う。決勝ラウンドを知る者としてチームに声掛けとか、こういう気持ちで取り組んでほしいとかって、まあ、ありますか？初戦がかなり大事になってくると思いますので、まずは初戦、しっかり結果を出して、2戦目、3戦目と、こう、勢いに乗れるように、みんなでやっていきたいと思ってます。岸選手も鈴鹿の時に一回昇格経験されてて、やっぱその時この地域シェルを勝ち抜いて昇格するっていうところに向けて、なんか何があったから勝てたんだとか、勝因っていうのは。僕が2017年に鈴鹿に来て、東海リーグ優勝して、まあ、初めて、僕自身初めて、こう、止血に出た時は1次ラウンドで敗退したんですけど、まあ、その時と比べて、やっぱりこう、チームの雰囲気ですね。やっぱり少し違ったのかなと思います。やっぱり昇格するチームは、本当に、まあ、選手でしか味わえないかもしれないですけど、こうすごいこう昇格するにふさわしい雰囲気といいますか、そういうのは出てたんじゃないかなと思います。昇格の経験して、まあ、チームは変わりましたけど、選手自身も JFL でね、プレイしたっていうところで、どうですか、その JFL、地域リーグと JFL の、まあ、違いというか。そうですね。やっぱ地域リーグはこう少しレベルの差といいますか、ここはちょっと開きすぎちゃうリーグではあると思うんですけど、やっぱ JFL はどのチームと勝負しても、こうそんなにレベルの差はなくて、僕が思ってた以上にこうハイレベルな
試合展開が毎試合続いてるなっていう印象ですね。うんうん、まあ、チームとして、こういうところが発揮できれば、あの舞台にたどり着けるっていうのを今思ってることはありますか？ここまで来たら本当に相手どうこうではなく、まあ、自分たちの気持ちであったり、今まで自分たちが準備してきたことをどれだけ出せるかだと思っているので、まあこう、ベクトルを自分たちに向けて、こう、1分1秒、こう、隙を作らず戦っていきたいなと思ってます。木曜日に1アラウンド始まりますが、まあ、このチームとして初めて北海道勢としても久しぶり、というところになります。岸選手としても、まあ、久しぶりの地域 CL というところになりますが、改めて意気込み、いかがでしょうか？はい、まあ、今年このコロナの影響で、まあ、北海道リーグ自体もちょっと危うい中で、うん、まあ、なんとかこう勝ち上がって、うん、まあ、全国大会に出れたわけですけど、本当に決勝ラウンド行くチームは本当全国で4チームしかなくて、まあ、今後スカイアースが決勝リーグに上がれるかどうかも本当にわからないぐらい過酷な大会だったので、でその中でしっかりこう勝ち取ることができたっていうのはやっぱりもう昇格するしかないと思ってますので、今年やってきたことを無駄にすることなく、そして、僕も働いてるんですけど、こう、働いてる職場の皆さんですとか、家族だったり、ファンサポーターの皆さんが、こう、北海道ですごく応援してくれてるのは伝わってたので、まあ、その人たちのためにも、しっかり昇格して、来年 JL でように待ちます。はい、今回ワイルドカードチャレンジャーとしての出場になりますが、その点はいかがですか？そうですね、相手は本当に申し分ない、ね、関東関西東海リーグのチャンピオンということで、本当にもうチャレンジャーだと思ってますし、まあでもサッカーは本当にやってみないとわからない競技でもあると思っているので、しっかり、まずは初戦一勝できるように頑張っていきたいと思います。はい、トカチスカイアース、ゴールキーパー引地選手ありがとうございましたということで、非常にこちらも、インタビューされたのはレオ君ですよね。レオ君らしい、内容の濃いインタビューになっておりましたが、ちょっとあれですね、風が強いですね。インタビュー中がなんかボボ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 聞こえるんです。なんであんな風が強いんですか？どこにいたんですか？なんか隣ですごい笑ってますけど、非常に風の強いインタビューでしたということで、引地選手にはまた現地でちゃんとインタビューを取りましょうね。1日目、2日目、3日目と何を感じて戦ってるのかっていうのをちゃんと取っていきましょうということでお願いしますよ。はい、時間のある限りご協力いただければと思います。そして引地選手ありがとうございましたということで、さあいよいよ3人目なのですが、ちょっとここからはですね、特集もインタビュー特集ボリューム29になっているということで、オンラインではございません、お次の方は。そしてスーパースペシャルゲストとなっておりますので、ちょっと持ち上げておきましょうということで、もう発表してもいいですか？もう少しなんか、じらしますか？じらしますか？なんか言うことにもうちょっと面白いリアクションを取っていただけませんか？お隣で。私の気分も良くない？それだと。お願いいたしますよ。ということで、それでは3人目は、こちらの方です。ドン！はい、栃木シティ FC ゴールキーパー、シュナイダー選手です。ということです。プロフィールはご覧のようになっております。もうどうしましょうか。2001年セレクションでサガン鳥栖に、移籍、そして、サガン鳥栖では131試合にも出場、そして2005年にはキャプテンも務めたということで、仙台ガイナーレ等でもプレーをされており、2015年に現役を引退し、
2020年栃木シティ FC でゴールキーパーコーチ、そして県民で現役復帰を果たすということで、2001年から、空白の5年間があったとしても、かれこれ19年未だに現役でサッカーをされているゴールキーパーということで、こちらはなんと栃木で、オフラインでインタビューで撮ったということなので、非常に内容の濃いインタビューになっておりいますので、皆さんぜひ最後までお聞きいただければと思います。それではいいですか、初めて VTR スタートですね。栃木シティゴールキーパー兼ゴールキーパーコーチもやっておりますシュナイダー淳之介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしく。1次ラウンド3試合そこからまず全国のチャンピオンが集まる試合なので、簡単な試合は一つもやっぱりない。で特にまあ初戦、結構難しい試合ながら、チームとしてやることをしっかりとやれたのかなと。監督が求めることをしっかりと表現してくれて、選手が、きっちりと最初の2試合をまず、勝てたと。で、関西の2位ですけど、ラランジャはかなり力があるチームで、もう敗退が決まっている中、何か残そうぜって彼らはアップでも言ってたので、来るだろうなということで、先制された中逆転できたっていうのは、やっぱりこのチーム力というところでもかなり上がって、で、僕が求めているところはやっぱりワンチームなので、1次ラウンドで 90% だったワンチームが 100% になったのかなと。3試合通して、はい、ですね。そうです。1次ラウンド終わったことによって 100% になりました。この大会は独特、地域チャンピオンズリーグって非常に独特な大会、現場にいる人たちは何を感じている、どんな大会だっていう感じなんですか。よく俗に言われているのが世界一過酷な大会と言われていまして、その通りだと思うんですけど、まずはやっぱり激戦の栃木シティだったら関東、奈良クラブの時だったら関西をまず勝ち抜いて1位にならなきゃいけない。で1位になってそこで終わりじゃなくて、そこから全国の保護者たちが集まって、またそこを3日連続で戦うっていう、でやっぱりサッカーを今までやってきた選手、今その地域リーグでも J リーガー結構多いと思うんですけど、3日連続で試合なんて多分経験はしてないと思うんですよね。それをやっぱり勝ち抜かなきゃいけない、まずは予選も1位に基本はならなきゃいけないっていう、で最後4枠のうち2枠だけですからね。この1年間必死に戦ってきて、最後の最後で2チームしか報われないという、どんだけ過酷なんだよっていうぐらい大変です。本当にいわゆる地域リーグ9つありますから、平均して10クラブあるとしても90分の2って考えると相当ですよね。そうですね。これ J1、J2、J3 だったらね、2枠、小枠、18チームのリーグ戦とかですね、長いロングスパンで戦いますけどね。僕は去年、ザスパ草津群馬で、2位で J2 に昇格という経験をさせてもらったんですけど、やっぱりその中では何回かやっぱり負ける試合もあるわけです。でその1年間の中でうまくこうチームをいい方向に持っていきながら、負けもポジティブに捉えながらやれると、それが今この地域チャンピオンズリーグではいっぱいも許されないと。しかも休みもなく、すぐ翌日ですから、だから修正もできないですし。ですよね。正直僕が奈良クラブの時は自信しかなかったので、それが初めてですもんね。全然何のこう緊張もなく、うん、チームも、もう
勝って当たり前のなんかいい雰囲気というか、うん、はい、0-0 でも1点取れるだろう、1-0 でも追いつかれないようちはっていう自信が、はい、うん、それはもう選手一人一人にも結構あって、はい、まあ、周りも多分安心して見てもらえたのかなっていう、でそれを、今栃木シティもここに来てだいぶ表現できてるんじゃないかなと思います。1試合目が一番難しいんじゃないかなと誰もがこう想像するんですが、やはり独特 の、 そのメンタル的にも普段実力のある選手たちであってもやはり初戦というのはそう、ね、レギュレーション分かってるだけにあれですかね、はい、本当1個でもまあ引き分けても負けても厳しい状況になるっていう時点で、まあ、初戦が大事っていうのはもちろんですし、まあ、初戦をもし勝てば、他チームの結果も踏まえてある程度はやっぱり計算はできてきますし、まあ、1次ラウンドでは先に2勝できたことによって、もし3戦目で大敗しない限り大丈夫っていう、そうですね、はい、状況になってたので、うん、そうなってくれると少しは楽ですよね、うんうん、はい、だからそういうふうに持っていくためにはやっぱり初戦を勝つっていうのが一番大事かなと思います。そしておそらくその初戦を迎えるためのまた 3-4 週間前からの準備っていうのがやっぱりすごい重要だったのかなと思って。そうですね、まあ、スタッフの部分では3試合の部分しっかりとかなり入念に準備をしてますけど、分析をしてね、はい、うん、穴もなく隙も突かれないようにしっかりと分析してやってますね。もうキーパーの僕はやっぱりグループとして、うん、誰が出ても勝てるように準備はしてますし、自分も含めて全員のしっかりコンディションを上げると、まあ、今僕の中では、全チーム見てますけど、全国で地域だったらうちのキーパー陣がナンバーワンかなって、そういう自信はあります、はい、もうそうやって育てていくっていうところだけです、はい、積み上げてきたものって、まあ、奈良クラブの時もコーチ兼任で選手もやってたので、うん、まあ、あの時は自分が試合に出てたので、うん、自分のコンディションを意識してたんですけど、今年は、まあ、原田が中心に試合を出てるので、うん、まあ、原田がうまくこう試合に持っていけれるように、まあ、自分も、準備をさせてますし、もし何かがあった時に、サブキーパーがレベルの差がありすぎたら、うん、やっぱりチームとしてやっぱりレベルダウンしてしまうので、それもないようにしっかりと他の多いし菅原、そして締めたと、うん、いい準備は常にできてます。いわゆるゴールキーパーの4人のそれこそワンチーム感というか、はい、すごくコミュニケーションや、いや、もうオンオフの切り替えはすごく志村さんがいつもそれを率先してこう作ろうとしてるのは僕見てて感じたんですけど、いや、まあ、そんな作ろうというのは全然なくて、うん、はい、まあ、チームワンチーム、うん、キーパー陣のファミリーとしては、うん、常にもう僕が最年長としてキーパーとやったのが2004年のサガン鳥栖時代からずっと最年長でやってます。チームの中でという意味で、はい、で、まあ、やっぱり一つのポジションを争う中でライバルなんですけど、うんうん、僕はそんなギスギスした関係だったら練習でもお互いに蹴落とそうとする、うん、そうするとやっぱりレベルはアップしない、うん、だったらまあ一人のキーパーがレベル上がる、うん、そしたらじゃあそれを追い越す、うん、でこれの繰り返しで全員がレベルアップできるようにずっと、そのためにはやっぱりファミリーとしてキーパー陣が一つになって、まあ最初なんて本当30分40分は別で練習してるわけですからね、はい、まあ、そういうところでのファミリー感というのはかなり、まあ、確かに意識はしてますし、で、まあ、運がいいというか、幸いキーパー陣にはいつも恵まれてまして、
そうですか。はい、本当にいい子たちばっかりで毎回楽しく練習を本当に笑顔があふれるキーパー練習、まあ、きついんですよ。きついですよね。メニューはきついんです、はい、きついんですけど必ずやっぱきつくて全力で頑張ってくれてる中に、はい、やっぱり笑いが起きるというか人の今度は本当笑顔が絶えないしオンオフがしっかりしてるからきつい中でもなんかこうあの声もよく出るじゃないですか。そうですね、もっと腰を足を、はいはい、勉強になったなと思う。まあ、正直言うとザスパ時代にはもうその本当にまあきつい練習だったんですけどかなりきつかったんですけどで、まあ、僕も混ざってザスパ時代もやっててでやっぱり面白いことが起きたりとかいろいろあるんでやっぱり賑やかになりすぎてしまうっていうか盛り上がりすぎてそうクレームが結構入ったっていうのがありましてちょっと気をつけるようにしてるんですけど、はい、うちらがもう盛り上がりすぎちゃう。あの結構キーパーでファミリーですけどやっぱりこうファミリーだと なんていうんですかね、まあ、そのライバル心を出せないというか仲良すぎてもダメなのでじゃあ何をするかっていったら僕の練習では勝負ごとキーパーの中で思ってるんですね。でその、はいまあ、勝負にか、まあ、負けたら罰ゲームがあるのではい、そこで、まあ、結構必死になって燃えるの で、まあ、一発逆転とかになるともうかなりエンジン組んで盛り上がったりとかしちゃうずっと春先から続いてこの11月に本当1試合目にいい感じでチームで入れたなと思ったんだなと思って、まああのまあ、その点試合に、ね、出てるのは春田が、まあ、キーパー陣を、代表して出てくれててでパフォーマンスも本当にいいですし、うん、そこはもう感謝しかないですね、まあ、あとは決勝リーグでしっかりとまた表現してもらえればいいかなと。1次ラウンドは、まあ、PK で1失点ありましたけど流れの中で失点することなくねディフェンダーとゴールキーパー、まあ、ベストを尽くしたなと思ってそうですね。これ大事なことですよね失点しないことも。もちろんです。奈良クラブ時代は1次予選、うん、無失点の、はいはい、4-0、3-0、1-0 です3戦目ボンズです。見てました見てました。どうですか。ボンズさんに勝ちました勝ちました。だからそういうやっぱゴールキーパーってすごくサッカーにおいてゲームにおいてすごく重要なポジションになるっていうのはもう誰もが知ることですけどいいチームを今年のチームの中でワンチームを心がけてきたんだなというのはよく分かりました。で早速始まるわけですが初戦 FC カリア、はい、2戦目が一時とやった十勝そして3戦目が関西リーグの王者の枚方また一時とは違うこの一日置きっていう日程ですが改めて何か違うものありますか。一時と決勝ラウンドのこのトータルで考えることっていうのは、まあ、結局はやっぱ初戦が全てだと思うんですよね、うん、で、まあ、正直僕もその中一日っていうのは経験してないので、うん、どんな感じなのか何だったらもう3試合一気に3日でやりたいなっていうのもありますしまあ、そこはじゃあ志村さんにとって初ですね。初ですね。中1日っていうのは、まあ、分析側からしたら嬉しいですけどね、うん、1日あるっていうのでも、まあ、やっぱり初戦ですよ、まあ、そうですね。とにかく、はい、カリアに2日目のことを考えずにまずは集中して、はい、吉井カリアにどうですか。カリアさんは見る限りはいいチームなので、うん、でも僕も知り合いは結構たくさんいて、うん、キーパーの出てる子もサブキーパーも僕の知り合いなので、はいはい、まあなんとかこう悔しい顔を見てえなって思います、はい、まあ奈良クラブの時も初戦は決勝の初戦は FC 大阪さんでライバル同士の対決で、はいまあ、本当に2-1で負けるかなと思う自分もきついなと思った中でビューティフルゴールで 2-2 に追いついて PK 戦で勝ったと、はい、で PK も今年はないんですけど、はい、あの時は、前者が PK で負けたんですね、はい、でそれをやっぱり PK を練習しようってことで毎日 PK を練習して、うん、でおかげでやっぱ
果をみんな簡単に決めてくれますし、僕も最後やっぱ止めることができて、はい、なのでまあ、刈谷に対してもしっかりと準備はしてますし、はい、やることをしっかりとやると。シャンさんはやっぱり2014年のあの止血をいいイメージをずっとこう持てて、この今年の大会に入れてるから、はい、そういうのって大事ですね。そういう会場もやっぱ一緒なのでですね、はい、イメージはイメージ大事ですよね。はい、持ってますね。まあ、あの時はまあ、奈良クラブの応援もすごかったです ね、 そうですね、はい、ビッグフラッグって言って、はい、バックスタンドのもう一面にバーンってダーッて音鳴らって出て、でサポーターの入場が、まあ、千葉県なんで、千葉県の某あの夢の国さんのなんとかパレードさんバレードでテレレッテテレレレッテ急になってえどっから鳴ってんだとアップ中に思ったんですよ。あ、なるほど。でそしたらあの階段から一列でサポーターがワイ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 パレードしながら出てきたんですよ。当時もね、なんか面白いです。これはすごいわ。やっぱあれですか、そういうのってビンビン効果。いや、決まる。いや、もう来ますね。会場をもうあれで一気にもう持ってったんですよ ね、雰囲気を。はい。でも僕はもう、あ、これで勝ったわと。ああ、そうですね。でもそこで拍手したんですよ。素晴らしいって言って。なるほど。はい。そういうのもあるので、やっぱり、まあ、栃木市さんも、すごい応援、皆さんしてくれてるっていうのが、はい、この間の一次予選で、ね、やっと初日からたくさん来てました。はい、ずっとコロナのせいで ね無観客だった中、みんな溜め込んでたんですね。やっと平日で600人ってすごいですよ。そうですよね、はい、バックスタンドぎしって待ってました。僕の SNS にも、はい、J3 の平日で600人って多分入んないよ書いてある。しかも金曜の昼ですからね。仕事はみんな。そうですね、ありがとうございます。いや、どれだけの人が今年リーグ戦ずっと無観客だったら、どれだけの人が待ってるんですよね。はい、次の市原もきっとそういうことですよ。はい、まだまだ特に志村さん全国いろんなクラブいるから。いや、そうなんです。あの日もいらっしゃったじゃないですか、いろんな方が。昔のファン、仙台サポーさん、ね、横浜石井サポーさんで、最後は九州から来られた方もいたので。うん、ありがたいですね。でもそういうのはジャスパーサッポさんですね。危ない危ない言われる。やはりそのサッカーってもちろんピッチで90分ボール1つ選手22人ですけど、やはりそのプラスアルファのいろんな人が見てて関わってる人が思いを込めて、そういうの全てトータルですよね。そういう意味での総力戦ってあれですよね。そうです。まあ、僕なんかはもうずっと言ってるんですけど、サポーターが後ろにいて、後ろからバッとこう応援してくれる、その力を自分にもパワーに変えて表現しているので、横浜石井時代なんかはこうサポーターにちょっとこう今はいいよみたいな、いや今盛り上げるよ、なるほど、そういうコミュニケーションを取りながら、レフェリーに文句言ってる時に、いや落ち着けよ、いやシナの方がいつも言ってるじゃんみたいな、いや今ダメだね。そういうのもあるので、はい、やっぱり見てる人とも一体感が欲しいっていうのがやはり篠原淳之介流ですかね。差がね、はい、いいですよね、はい、お客さんとゴールキーパーで一番近いところにいますしね。なのでしっかりと今年ね昇格して、はい、来年は、はい、そうです、そうです、来年は栃木シティはサッカー専用のスタジアムで5000人の規模の、ね、一番ピッチに近いスタジアムですから。いやすごいですね。シュナイダーと会話できますよ。できますよ、あれは。試合中に。試合中に話しかけられちゃう距離ですね。全然喋れますよ、これ。そういうのもこう、やっぱりワクワクのイメージに入れて、ね、日々の練習や試合に向かうの。やっぱ違いますよね、そういうの。特に1次ラウンド、すごく印象に残るのが、中村監督は普段から言ってることだと思うんですけど、ゴールが入ったときはみんなで喜ぶと、はい、これ監督がよく言ってる言葉です。言ってますね。シュナさんが一番喜んでるあの3試合チギシティの候補さんはね、悪いんですよ、うんうん、僕がすごい顔してるところ喜んでるところをいっぱい撮るんですよ、ね、はい、
またこの写真か、またこれもか。ね、まあでもやっぱり自然と喜んじゃう、ね。いや、いいじゃないですか。いや、あれですよ、ラランチャの試合ではもうあの三菱を後輩テレビを決めたんで、ね、喜んでいこうと思ったら4進が超えてきたんですよ。あ、これ怒られると思ってちょっとスローダウンしたらサブキーパーだった大石が前出てあいつがハグしたんですよ。ずっちーなと思ってそれがっていうね。そう、取られちゃいましたね。でも普段はあの小発選手もめちゃくちゃベンチで声出してて、一番声出してるんですよ。はい、で、あのベンチにいるときに点入ったらもう2人でもう喜んで、はい、いつもなんか2人先に行っちゃいますねみたいな。いいんだよ、それがマッチングだ。いや、あの要するにピッチに出てる選手だけが戦ってたりチームではないということをすごく感じることもできる光景をたくさん、はい、あの今年は見れたな。今度のチケットでもそういうものを皆さんに見てほしいなと思って、うん、はい、いやもうどんどんいいチームになって一つになってるチームっていうのは相手からしたら絶対嫌ですから ね、 あいつらまとまってんなって多分思うと思いますし、はい、ぜひこれを今このインタビュー見てる人に間に合いますから、ぜひ来てください、来てください、本当に来てください。もう本当にすごい大会なんですから、ね、すごいですから、人生かけてるんですよ、みんな。この3試合で1年間の全てが決まるんです。見に来てください。お願いします。そして応援してください。ぜひ。シュナーって叫んでください。もう、ね、試合前のアップ練習からね。そうです、見てほしいですよね、はい、ゴールキーパーの練習一番最初に始まってますからね。アップから見せますので、はい、ぜひ皆さん期待してくださいということで、ここでちょっとこの大会から外れて、はい、シュナイダー潤之介というところにアプローチしたんですね。もうエピソードたくさんありすぎてですね、もう今回だけじゃ収まらないのもう分かってるんでですね、実はシュナイダーさん三菱を先ほど言いましたけどね、高校時代含めて東京のね、はい、育成のクラブでやって、その時ゴールキーパーじゃなかったっていう。そうですね、はい、じゃあなんでゴールキーパーになったんですかというのを話を、この話ですね、短めでいいんですけど。いや短い、ショートバージョンで大丈夫ありますね。なぜシュナイダー潤之介がゴールキーパーを目指したのか、まあ、あの小学校だけなんですね、僕は三菱大阪の、はい、で、まあ、そこは結構名門でして、でそこから、まあ、まあ区立 の、 あの落合第二中学校ってところで普通にサッカーやって、うん、高校も明星高校、まあ、東京都の大会に出れればいいぐらいのレベルの、まあ、そんなに強豪ではないんですけど、まあ、そういう中で1年生でレギュラーで出てたんですけど、そこでJリーグが始まったと、うん、94年でしたっけ。そうですね、93-4ですね、34ぐらいですね、高1の時ですもんね、はい、で、まあ、そこで僕は大怪我してしまって、うん、で、まあ、伸び悩みの中で、漠然とこうプロになりたいなっていう中で、いろいろ思ってたんですね。でそういう中で僕が1年生の時にあの選手権を見に西ヶ丘に、高校選手権、はい、西ヶ丘で最初は水戸短大附属の試合見てて、うん、でキーパー1年生出てるんですよ、うんうん、で本間浩二、こいつすげえ、あの本間さん、はい、で今水戸ホーリーホークのキーパーでまだ43歳で現役でやってます。同い年で彼がもう活躍しててすごいな、まあ、それでまあでもそれでキーパーやろうなんて思ってないんですよ、うん、はい、すごいなと思ったら、うん、すげえキーパーがいるなと、はい、でオラオラの応援団ゴール裏にいて、うん、その中で僕もこうやって見てたんですけど、で次の試合になるじゃん、はけるじゃないですか、はい、そしたら女の子がゴール裏女の子です、全部女の子、ほんと冗談抜きで全部女の子になって、あのジャニーズ追いかけてるような女の子、そうそうそう、はい、で何が起きるのかなって友達と見に来てたんですけど、みんなもう帰るよっつって、でいや僕ちょっと見たいわこれっつって、いいよ俺だけ残るわって言ったら川口義勝さん、清水翔太、そうなんです、表彰が出てきて、その時吉川さんは3年生、3年生です、うん、2校への吉川さんの応援ですよね、女の子が、家計というかね、だから本当はアイドルじゃないですけどコンサートですよ、僕も観客の一人でカルチャーショックですよね、いや本当ですよ、オーラがすごくて、高校3年生です、高校サッカーの高校3年生でそういう現象って見たことない、衝撃で、
恋に落ちまして、うん、吉勝さんに、はい、かっこいいかっこいいかっこいいって、まあ、ずっとかっこいいで憧れだったんですけど、まあ、僕が高2になる時に、いやでもこのままじゃダメだなと、まあ、ディフェンスで伸び悩んでる中で、まあ、じゃあ吉勝さんみたいになりたいな、じゃあ高2からちょっとキーパーやってみようかなと思って始めたんですよ。それがきっかけなんですよね。吉川さんのおかげなんです。はい、で17歳ぐらいからゴールキーパー目指す人ってまあまあいないですよね。いないですね。まあまあいない。ほぼいないです。その転向するかね、そのポジションをチェンジする、ほぼ偶然じゃないですか。たまたまじゃないですか。1試合目で帰ってたらそれってなかったわけじゃないですか。正直実力的にプロを目指すなんて、あの普通の、うん、ね、東京都の普通の高校の選手が何言ってんだっていう感じなんですけど、まあ、今思えば吉勝さんのおかげで、すごいですね、キーパーやれたおかげで、まあ、最終的には J リーガーになれたので、はい、いや本当に感謝します。その巡り合わせと運命ってなかなかすごい話だなと思って。で、まあ、そのまま J2 サガン鳥栖に入らせてもらって、はい、そこはで、デビューで、ね、天皇杯でジュビロと当たった。吉勝さんがいたんです。それが2005年ですね。2004年はガンバに負けて、2005年ジュビロだったので、2006年がフロンターレなので、2005年僕が自身がキャプテンやらせてもらってて、はい、そうですね。で、2試合出場します。まあ結局負けたんですけど、ジュビロに。そのジュビロ戦で当然相手のゴールキーパーに、はい、吉勝さんがいると。吉勝さんがいると、ずっと相手見て、うわファインセーブした、かっこいいな、なんかハイタッチしたいなって敵で思っちゃうぐらい。ちなみにですね、その時まで吉勝さんとどっかで見合いすることは全くなかった。全くないです、全くないです、全くないです。じゃあその2005年、だからその西ヶ丘の清正の時に一目惚れして、はい、ようやく対戦相手として、はい、対戦相手にいて、でだからもうこのストーリーを話したいと思って、で握手するじゃないですか、試合終わったら。でそこで話そうと思って、やっと来たよと思って、あ吉川さんおはようございますって言った瞬間に、井手口潤っていうバカ野郎が来まして、で彼はマリノスで一緒にやってて、でそこで話しちゃったんです。で僕言えなかったんです。待ちぼうけと。でもう結局もう、あの挨拶行って帰るよっつって、突に帰るんだよっつって言って、マジか。でその時は結局話せない。結局2005年はまだまだダメです。まだ片思い状態ですね。もう28歳です。そうですね、まだ告白できてないってことですよ。出会いから13年経ってるんですけど、せっかくそばにいたのに握手だけです。そこから、はい、それから、僕は2007年から仙台に接近しまして、はい、でその年に佐藤幸彦さんっていう方と仲良くさせてもらって、はい、まあ、岡山和成もそうなんですけど、で佐藤幸彦さんが起用症で、でお風呂一緒に入りながら、僕がキーパーを始めたきっかけを言ったら、あ、そうなんと、あ、じゃあ俺吉勝に電話すきよみたいな、え、で先輩ですよみたいな、で、でもう裸ですよ二人とも、あ、吉勝さんみたいな、あのちょっとさ、と思って、お前のことなんか好きなさキーパーいてさ、しないだってんだけど変わるよって、と思って、もういきなり会話みたいな、で。惚れますよ、はい、吉川さん第一声が、おう淳之介、いやもう僕が初めまして品田ですって言ったら、おう淳之介ですよ、初めましてじゃないじゃん、下の名前で最初、初めましてじゃないじゃん、ジュビロ戦やってる、天皇杯でやってるよね、覚えててくれた、もうメロメロです。で僕がその西ヶ丘で見て惚れて、そっからキーパー始めたんですって話して、で、あ、じゃあもうお互いにちょっと頑張っていこうなって感じで、こういや、まあ、当時も吉川さんは、あの18歳の時からすごいですけど、もうワールドカップ何度も出てるし、もう偉大な、偉大な、いや、それ、その人がね、そうですよ、開口一番の僕、淳之介って言ったら、それはハートを射抜かれますね。高校時代ずっとポスター貼ってたんですから部屋に。吉勝さんのグローブ、吉勝さんのスパイクがいいっつって買ってたんですから、あのから、でそこからまた付き合う、それは合ってないじゃないですか、まだ合ってない、合ってない電話だけから偶然羽田で、あ、吉勝さんがどこかのチームで、どこかのチームで偶然会って、で、あ、吉勝さん、ま
の中で話声かけたら、ああ陳之助みたいな、はい、で何したかと思ったらハグしてくれたんですよ。いきなりハグ来たよと思ってもう泣いちゃいますね。いやもうそこからあの携帯番号を交換して交換して LINE を、はい、やっと直接あれなんですね。じゃあそこからはそこから何かあったら連絡できるようになって、しかももう吉川さんが最後相模原で伸び悩んでる時に、うんうん、僕にこう相談の LINE が来ちゃった、ね、最後怪我もしててちょっとね苦しんでたと潤之介どう思う、うん、今3番手なんだもんっつって、うん、どうしたらいいと思って、やばかに吉川さん僕にどうしましょうと思ってもうその時多分ザスパだったんですけど、ザスパのミーティングももう耳に入らないぐらい、なんて言おうかなって、目指すんだったら吉川さんは走れるしとかいろんなこと考えて、でも結構すごい長文で送っちゃったんですよ。そしたらその1ヶ月後ぐらいに引退しちゃいました。あれ俺のせいかなと思って。まあそれはいいんですけど、でもねそういうなんていうんですかね、あの萩生さんにとってのは本当最後ラストシーズンの節目でもあるけど、なんかよっぽどじゃなければそんな相談しないじゃないですか。だから嬉しいですよ、ちゃんと覚えてくれてるだけじゃなくてね、何かこう心の部分で通じてる。あのアイドルがですよ、ね、西ヶ丘で見た僕が16歳、西川さん18歳、人と会えばハグしてもらいます。その16歳西ヶ丘スタートでポジション転向してプロになり、ね、まあ、現役引退したとは今復帰してる半分状態で、また今真剣勝負で、ね、今度は独特の大会をやってるっていう、はい、もう篠谷さんの長いキャリアの中でもこれだけゴールキーパーとしていろんなものを経験できてるっていうのも、最初のスッとの出会いがなければ全く違うサッカー人生だったんですもんね。そう、しかもその西ヶ丘に最初行かない予定だったんですけど、行ってよかったです本当に。いやだから全て変わりましたね。いい物語だなと思って、私一回春先に聞いたんですけど、まあ篠田淳之介イコールこう、まあ、マニアック、ね、なコアファンが多いじゃないですか、うん、あの J1 も僕経験してないので、うん、J2 しかやってない人間で、今43歳で現役でやらせてもらってるっていう中で、いろんなこう巡り合わせというか、あの運がいいというか、恵まれてるっていうのを本当に感じる。他にもまだまだ話そうですね、あるんですね、あるんで、はい、それはまた第2弾の時にぜひ皆さんお楽しみにっていう思い、来年になると思いますけど、はい、でもあのどうやって J リーガーになれたか、そうですね、そうですね、どうやって出たか、全部ミラクルなんです実は。そうですよね、らしいですね。だからこれ吉野さんさえ時間をなんとか作っていただければ、皆さんにこのシリーズもですね、ぜひ。これ編集大変ですね。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、頑張ってください。喋りたくなっちゃうということでですね、はい、本日のチャンピオンズリーグ決勝ラウンド直前インタビューとなりました、はい、栃木シティ背番号29番篠谷淳之介さん、はい、たくさん話していただいてありがとうございます。髪型大丈夫でした？大丈夫です。ちゃんとやってけど何も見てなかったです。ぜひ応援に皆さん来てください。今のそういう篠谷さんを見てゴールキーパーに憧れる若い子たちがどんどん増えてくるのを僕ら期待しています。ぜひぜひこれからもご活躍期待しています。いつも叫んで怖いイメージがあったかもしれないですけど、こんな感じで結構、はい、笑顔たっぷりなんで応援してください。ありがとうございます。栃木してお願いします。よろしくお願いします。またぜひチェフェルやっておきます。はい、ありがとうございました。全国デビューしましょう、はい、ありがとうございます。はい、です。栃木シティ FC ゴールキーパーシュナイダー淳之介さん、ありがとうございました。地域チャンピオンズリーグを戦う、厳しい中をどのように戦ってきたかというお話や、また自分がゴールキーパーを目指した話の、話をされている時がもうまるで、少年に戻ったかのようなお顔でお話をされていたのがすごい印象的でした。もう
どうですか、もう視聴者の皆様、こんなインタビューできる媒体は、媒体と言ってしまいましたが、もう週末イレブンしかないんじゃないんですかね。ねえ、レオ君。ないですよね。他で聞いたことがありません。そしてこれは第2弾があるとお約束をしていいのでしょうか。なんかもうありそうなので第2弾はあります。再生回数5000回いったらやるということをお伝えしておきますので、皆さんもぜひ見ていただいて、多くのサッカーファン、そして、これからサッカーをやろう、そして J リーグを目指そう、プロを目指そうという人にぜひ見ていただきたいですね。これが地域チャンピオンズリーグを、多くの人で盛り上げていく上での何かヒントに一つなったんじゃないかなと思います。シュナイダーさん、ありがとうございました。第2弾も、近々日程を合わせてですね、収録をさせていただければなと思いますので、シュナイダーさん、よろしくお願いします。はい、もう深くよろしくお願いします。はい、エンディングに行きます。それでは、はい、エンディングです。長折り惜しいけどエンディングでございます。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。番組では皆様からの投稿をお待ちしていますということで、国内外のサッカーに関する、疑問質問ネタなど文章だけでなく写真や動画も OK ということです。放送締め切りは、あ、放送じゃない、投稿締め切りは放送前日の夜9時半までということ。ごめんなさい、ちょっとインタビューに興奮してしまいまして、もう、言葉がおかしくなっております。メールは週明け11@gmail.com、 もしくはツイッターの週明け11のダイレクトメッセージまでお送りください。今週は1件です。まずは、今週は1件お願いします。はい、出ましたね。ということで、週明けイレブンのスタッフの皆さん、ご覧の皆さん、こんばんは。本田 FC ファンのまさこです。私は11月の14日、 JFL 奈良クラブ VS 本田 FC を見てきましたということです。佐賀印刷のファンだったお友達とメイン中央で観戦し、隣の男の子がアップする15番の鈴木選手にいちご先生と連呼して応援していたそうです。いちご先生というのはですね、幼稚園の保育士として、鈴木選手が働いていて、今日は試合に初めて来たということで、15番の、15番とイチロー選手をかけてそう呼んでいるということ、いちごと呼んでいるということですね。はい。サブだった鈴木選手は後半に入ると猛攻を体張って防ぐと男の子のお父さんは大興奮と。その男の子は、ちょっと眠くなってしまったということですけれども、お父さんは、力の差がつくと思ったら奈良クラブが頑張っていたし面白かったですとおっしゃっていたというそうです。試合の前後は、仏像好きの、秋の秘仏公開などを堪能してきましたということです。まさこさん、ありがとうございましたということで、こちらのメールはですね、非常に長い文章だったので、ノーカット版で、週明け11ノートの方にも、掲載させていただきますので、皆さんそちらの方もぜひご覧くださいということです。さあ、今日の投稿は1通以上になります。さあ、教室に戻してください。はい、こっちですよーと、はい、拍手しちゃいましたということで、今日も週明けイレブン、長いお時間お付き合いいただきましてありがとうございました。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。来週は11月の24日火曜日ということで、週明けイレブンが総力を挙げて地域チャンピオンズリーグ決勝ラウンドを、取材する関係で、そして決勝が23日の月曜日ということなので、24日の火曜日に、変更させていただいております。疲弊しているレオ君の隣で私は喋りますので、元気な顔で来てくださいねということです。はい、ということで、今週はおしまいになります。来週は火曜日の夜9時にお会いいたしましょうということで、皆さんまた来週、さようなら。